ついに僕あのタカアンドトシのタカさんと一緒に飲んだのよ。あ、ついに同姓同名。そうなのよ、はい、でそのあ鈴木貴弘なんです僕、はい、で、タカアンドトシのタカさんも鈴木貴弘で、はい、タカの字も一緒なんですよ、はい、崇拝の数という字。珍しいよね。ヒロはちょっと違うんですよ。僕は裕福の裕でタカさんはあの、はい、大きいっていう字なんですけど、うん、その名前同じだってずっと意識してたわけじゃん、うん、そのよく言われてたもんね、吉本入る時に、うん、で一時期その高野都市の高さんと同じだから芸名を村上にした的な説も出てたわけで、うんうん、でずっと意識してたのがついにこうお会いできて話せて、うん、恋愛みたいな話になってさ、うん、その高さんのまあその今もあのご結婚されてるんだろうし、うん、あのあれだけど二十、うん、歳とかその若いまだ恋愛とかしてた頃は、うん、もう彼女がその、うん、男性アイドルとかを好きっていうのが許せないって、うん、言ってたのよ、はい、僕じゃんお前だね一緒だと思ってそっからすごい一緒のがバーって続いてったんだけど名前あんじゃないと思って本当に多分そのヒロの字の違いの誤差は多少あると思うけど、うん、売れるか売れないかもしれない売れるか売れないでかいのよそこ一緒でよかった本当にいやマジでこれ本当に同じとこいくつもあったあとなんだろうねそれちょっと言えないようなことももう本当にズバズバ一緒で名前ってあるんだろうね、うん、本当にそういうのがタカさんが言うことにうわ僕も一緒ですってなるし、うん、僕が言ったことに俺もそうだってなるし、うん、やっぱこれすごいね親近感が湧きました本当、うん、だとあなたも多分野田ヒカルっていう人がどっかにいれば、うん、もう一緒なんだ多分だ俺ムキムキなんだ多分一番今まで名前近かったのは、うん、あのサンシャインの坂田ヒカルああターヒカルだターヒカル坂だけ違うんだけどほぼ一緒かほぼ一緒ほぼ一緒じゃねえだろあいつだからもう青春やろうじゃん青春大声やろうじゃんまあ別に青春大声やろうでも何でもねえ青春大声やろうネタ作りすぎネタ作りすぎ青春大声やろ う, やろうあなたほんと日陰友達一人もいないジミー ジム行って男じゃんそっかまるで違うな全然あんま関係ねえの対局にいるじゃんもう全然違う関係なかったなだからほんと嬉しかったです、うん